皆さん亀田幸喜さん大輝さんですえ再び大きな拍手でお迎えいただければと思いますよろしくお願いいたします さあ皆さん揃われたところで早速ですね、えー、いろいろご質問をしていきたいんですが先ほどちょっと触りだけお聞きしましたここからは実機についていろんなお話を伺っていきたいと思いますえさてまずは亀田光輝さん今回はセルフを録音されたということなんですが何か苦労されたことありましたら教えてくださいいやちょっと忘れましたけどね <laughs> いやでも あのー、難しいですね。何もないところで、こう喋ってくれって言われるのが、うんうん、その普段せえへんことやから。うん、結構難しかったですね。やっぱりこう大きな声で喋るだけじゃなくてこう。演技的な要素もそう,そうなんですよね。うんうん、だからそれを終わってから思ったから。なんかもう一回やりたいなと思ってるんですよ。今今。今 もう大丈夫だと思いますちょっとね、うん、見てみたいんですが実はその時のメイキング映像があるんですあるんですかもう見るとますます<う>あ、ちょっとやり直したって思うかもしれないですけどうもうかけんでいいんじゃないですか別に <laughs> いやいやちょっと皆さんにね <laughs> ぜひ恥ずかしいし <laughs> 恥ずかしいですか恥ずかしいですよ自分の映像を見るのはそういうもんですかねはい。それではそういうのを踏まえて皆さんじっくり見ましょうそれではお願いします <laughs> え左右のモニターでえー昨年の4月、確かにねさっきおっしゃったように結構前ですね、亀田さん、はいそうですね。だって俺、髪の毛あるもん、この時 <laughs> ちょっとね、だいぶ雰囲気違いますけど、ジャケット姿で。俺今の方が若いなこれや <laughs> 何やっん <laughs> もう普通に喋ってるだけやもん。いいい <laughs> 俺これ、俺も笑ってるやんみんな。<laughs> これやめてほしい。割とリラックスしてらっしゃるように見えますけども。いやリラックスしてるだけで,でこれ硬いですよ<え>、うん。喋るのが一番難しい。<れ> <laughs> 結構長くかかったんですか、これは一発オッケーとかですか、どっちかというと、何回も。いやー何回かかりましたよそうですか、はい、大樹さん、どうですか、こんなウキさんの姿を見て、多分初めてご覧になったと思うんですけど、俺の方がうまいとか、思っちゃい,ますい,やそのいや、でもやっぱりあのあの難しいんじゃないですか、<laughs> じゃ僕、やったことないですけどね。う ちょっとやり直したいなんて話もありましたけれども、なんかなかなか迫力あってちゃんとねお上手にやってらっしゃったと思うんですが、いやいやそれはお世辞って言うんですよ。いや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 ,いや,いや,いや <laughs> 絶対そんなことないから今の。そうですか。はい、でもそれで客観的にね自分で判断できるのってすごいですよね。まあでもあんまり出てこないんで、はい。レアなんですね。もうなかなかプレミアなんで。<laughs> そうなると。ちょうどよかったなと。あ,ななあれを何回も出されたらもう恥ずかしくて俺マッチ歩けないです。 <laughs> <laughs> そうですねたくさんの方がねこれから目にすると思うんで、はい、まあ先ほどの声私たちも今後なかなか聞けないかと思います、えー、さて続いて岸南さんなんですがこちらもですねいろいろと演出にも登場するんですが映像だけじゃなくて曲の方もいろんな曲が筐体の中で登場すると聞いてます綾小しさんどんな曲が入ってるんでしょうおおすすすめめがあれば、はいえー、やはりおすすめはりですね 私どもの最,初の最初にして最後の今のところヒットシングル「ワンナイトカーニバル r n i v という曲がございますのでこちらはもうねぜひとも楽しんでいただければと思いますしあとはあのそうですね昨年月9ドラマの主題歌になりました「喧嘩上等」という楽曲もありましてこれも「リーチなんかに使われていて結構あのすごいあのゴージャスな感じなのでぜひ。 楽しんでいただければとあとは、えっと、さっきこうき君が、えっと、岸田のあの曲すごいいいですねって言ってくれたんでさっき楽屋で、はい、それが、えっと、結婚・闘魂行進曲「マブダチという曲で<ー>、えー、入ってるんですか、うん、これも入ってるんでありがとうございますそれもすごく嬉しかったんで、えー、そんな感じで我々の代表曲が、うんえー、何曲も、あのー、使われてるんで、えー、ぜひそこで、えー、ちらっと岸田のことも、えー、知っていただけたら嬉しいなと思ってます。はい さっきご紹介いただきました曲以外にも恋人キラキラ You and Me ソングなど全部で六曲が入っているそうで全部聞きたいですね。ありがとうございます。はい、結婚投稿更新曲まぶだち亀田さんこれお気に入りの曲なんですね。最近ずっと聞いてるんですよ。一回ハマったら俺ずっと聞いてしまうから。へえー、はい、すごい。これでカラオケで歌ったらめっちゃウケますよ。本当にちょっと聞いてみたいですね。はい、ありがとうございます。チ、はい、ャ,ャイチャイうたです。